思います。カメラが15じゃないな、注意万歳エースコンバット、なんて書いてある、CRIWAREサーブ、少し画質落としてます。ノート PC なんですね、はい。これはパソコン版なんで多少キーボードで操作しないとです。キャンペーン、コンティニュー。私らにとっちゃうまくいかないもんで、敵が見事に陽動に引っかかっちまいよ。まがいものだけでできた私らの基地は、規模だけから見れば放射空軍の反撃の要みたいに見えたからな。毎日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 の空襲だ。敵がここを叩こうと真剣になったら、叩かれて出る損害なんかあるはしない。バンカーに並べた張りぼてと因数外の懲罰兵の命、それくらいさ。ダミーを繕う合間に本当に飛べる機体も組んでみたが、ちょっとは反撃しなくちゃ本物の基地らしくないと思ったやつが司令部にいたらしい。幸い搭乗員はそこそこいた。懲罰部隊に落とされた罪の深さと作戦機を操縦する腕前は関係ないらしい。操縦の腕前はいいんだが手癖の悪いやつ、博打しか頭にないバカ、根性ないくせに政治犯気取りのやつ、そんな連中に操縦かを握らせて迎撃戦闘だ。毎日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 、そら今日もまた新入りが放り込まれてきた。こいつは何をしでかしたんだか。私の父さんは大塩空軍で死んだ。敵に包囲され撤退する友軍のその撤退援護は危険な任務だ。これに志願した英雄的な連中がいた。だが本当に難しいのはこの英雄的な伝言を無事に撤退させることだ。父さんはこの任務に就いた。そして諦めた。遅すぎたと判断したんだ。誰しもが同じように考えただろう。戦後父さんの最後の様子をうちに伝えに来た父さんの戦友が言っていた。次に撤退戦を経験した時、父さんは伝言に志願した。大バカ野郎だ。そして死んだ。やはり誰の援護も得られず、私はこの話が大嫌いだ。なんて惨めな死に方をしたんだと父さんのことを惨めに思ってきた。最近この基地に懲罰部隊に放り込まれてきた奴について噂を聞いた。こいつの罪ときたら、なんとその手でハーリングを殺したんだそうだ。前の戦争の時のオーシアの大統領、私がこんなところにいるそもそものきっかけ、じいちゃんが自前で超音速機を作ろうとした理由、父さんがあんな死に方をしたあの戦争の指導者がハーリングだった。私はこの新入りに礼を言うべきなんだろうか。いや、虫酢をこらえきれないのはこの誰もが誰をも信じない腐った空気だ。懲罰部隊、話長いよな。諸君らに自覚を促すために特に伝える。本日当隊へ移送されてきた新入りは国際停戦監視軍の軍事法廷による有罪者。その罪は重大。なんとハーリング殺しだ。タックネームはトリガー。我がオーシア軍団444航空基地機構隊に本日付で所属となった彼だが、その存在は一個のシンボルたるに過ぎない。ハーリング殺したのか否かの違いはそれほど大きくはない。諸君らもまた何らかの罪により服役中の身である。
諸君らには自らを犯した罪の償いをする義務がある。当隊には搭乗員資格者が複数いる。このため司令部は不足する戦力に充当するため、諸君らを用いてバイアポロ山脈への偵察飛行を行わせることを提案してきた。だが長官はこれを拒んだ。諸君らの罪はこの基地にあって償われなくてはならない。ここは敵の攻撃を吸引するためのおとり基地だ。諸君らがここでおとりとなり敵の攻撃を引き受けることで、我が軍の反撃主力は無傷のまま準備を整えることができる。待ってきて、兵を止めろ。いつものやつだ。この兵士ザップランブルまで暇なやつだ。さて、何機かスクランブルしてもらわなくてはならない。ダミー滑走路の上空に航空機を確認。形の上だけ揚撃機が上がれば十分。廃棄寸前だが、まだ離陸できる機体を何機か用意した。今回も重罪の者からこの任務に当たってもらう。まずはハーリング殺しのお前からだ。敵爆撃機の撃墜までは期待しない。この基地から揚撃機が飛び立った事実だけを敵に見せつければよい。します。ミッションスタート。これしかないんで、対空ミサイル。仕事の時間だ。直ちに任務に取り掛かれ。やいよやいよ。基盤追撃せよ。長えな、これだ、ロード。ディスクに落としたんだけどね。第5ミッション。よし、来た。あれ、従え、ソリガン。滑走路へタクシングしろ。高度計を確認し、滑走路手前で待機し。コントロールタワー、できればこちらからにしてもらえないかな。フェアエイド、おい、チャンプ。こちらコントロールタワー。離陸許可は出してない。命令を守れ。うっしゃ。離陸準備中の機はフェアエイドに注意。強引に離陸しようとしている。さて、一番機は僕でいいかな。空に上がってみれば自然と決まるんじゃないの。良いことを言う。トリガー、お前のコールサインはスペア15。それがお前の空中での囚人番号。これから欺瞞要撃を開始する。スペア15、たった今滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。滑走路が開いた。離陸を許可する。急げ。うわぁ、血が騒ぐぜ。くっそ、間抜けねえ。戻ったら特防に叩き込め。戻ってくるならな。着陸したら覚悟しておけ。奴が戻る方にかけるのはいるか。俺が引き受けるぜ。スペア15、離陸を確認した。高度制限を解除する。行ってこい。今回もミサイルは撃てないのか。 FCS をロックしている。くそ、こいつはすごいね。ちょうどいいハンデだ。囚人が自由に使えるものなどない。ボールペン一本だったな。来たぞ。ハーリングからしか侵入が上がってきた。奴はハーリングにきっちり2発ミサイル撃ち込んでる。さすがだな、情報屋。情報が撃てないとしっくりな、今の戦争は。はしゃぐな、囚人の新しい人殺しが来ても嬉しいか。こ
ちらバンドック。スペア15、俺が監視役だ。先ほど滑走路を攻撃した爆撃機が再度爆撃するため戻ってくる。どうせダミーの滑走路だ、構わん。お前らはせいぜい空中を賑やかせ。この基地に戦闘機がいると見せびらかせ。誰かタバコ余ってないか、あとでもね。撃墜されても構わん。罪を償うチャンスだ。ありがたい。もう一つだ。作戦区域から離脱するものは無条件に撃ち落とす。いいな。ターゲットの破壊に集中しろ。
楽だな。今晩カードで遊びたい奴はいるか。やめます。